理屈として、太平洋戦争でアメリカは核兵器の使用により反則負けした。そう考え、見ていく方がやっぱり、納得のある話はできる。状況的に、勝った。しかし、何が？昭和天皇の権威は、ここ、に引き継がれ、様々な経過を経てとにかく汎用品、になり、一般に開放された。規定の手続きを取れば誰でも、オリジナル、その土台を利用が、可能で、あとはスキル次第だ。奇妙な疑問だ。その結果、自分に何が、もたらされれば？どこを諦めどこを我慢するなりすれば、状況の収束があるのか、今もってなんとなくわからない。加害は甚大、自分に何らかの権力が与えられたら、その辺への反抗は当然入る。懸念は多々ある。感情論的には道理。ただ感情論は多く主観に依存し、本来の道理とは少しずれることもあって。得られるものがないとして。でも。